こんばんは、粘土の佐藤貴です。こんばんは、クリス智子です。デザインを音で楽しむ J-WAVE クリエイディオ、よろしくお願いします。お願いします。大木さん、はいはい、クリエイディオシーズン2、はい、今回で、はい、50回目だそうです。本当ですか？そんなにやってたんですね。なんか50回か。へー、4月から同じこと50回もやったら何かしらこう本当は進歩しなきゃいけないはずですよね。うん、あんまり変わってないんじゃないかって気はします、ね。なんかね、1回目と50回目どうなんだ。むしろね、むしろ。むしろ下手したら。どうゆっくりね。はい、なんかでもこのうち10回ぐらいとかリモートでやってるわけですもんね。あ、確かに確かに。なんでしょう、それを取り返したいって気持ちもありますね。確かに確かに、それはありますね。リモートでもあったし、まあ、不思議なシーズン2が始まって、でも50回か。でもこう重ねるごとに、はい、リスナーの方のメールは本当にすごいですよね。毎回面白い、読ませていただいて。意外とあれじゃないですか、うん、初めて書きますみたいな人が多いですよね、はい、毎週。そうですね。どういうことなんだろうって。あと年齢層の幅も広いですよね。そうね、話題もね。ですよ。あと反応してくださったり、はい、かえって気使って違う話題を振ってくださったりとか。確かにすごい気を使っていただいてますよね、リスナーの皆さんにね。そうですね。なんかトイレの話ばっかりでどうかと思うけど、まあそれをクレームではございませんみたいな。うん、結構これをね、1週間あるじゃないですか、番組。うん、だこう移動の時とか、はいはい、移動の時に読む時に、はい、ひどく笑いがこみ上げてくるんですよね。どうしよう、今読まなきゃよかったっていう。もうあ、お便りをね。お便りを読むタイミング難しいですね。難しい。うん、それぐらいなんかこうリスナーの方はね、はい、50回、確かに皆さんの方はどんどんそうですね、こう入ってきてくださってる感じがあって。本当ですよね。ね、今日はまた私たちのこれまでの話を受けてリスナーの方からもたくさん来ているので、いただいているので、はい、メッセージを見ながら始めたいと思います。はい、はい、今夜も3時までよろしくお願いします。お願いします。さて、先週粘土、まあ、グレー、まあ、いろんなグレーっていうね、あの JAL の機内アメニティのいろんなグレー使ってますとか、はい、プレゼン資料の背景色が白からいつの間にかグレーになってましたとか。面白かった、ね、なんかそんな話ありました ね、 ね、そのまあグレーというか色の話をいただいているので、はいはい、ちょっと行きたいと思います。桜餅さんからです。いろいろ食べ物のね、好み、出口じゃなくて入り口のお話、面白かったって感想をいろいろ頂戴してるんですけども、はい、はい、今回は色についてです。ここ最近の状況から、友達と近況や好きなこと、食べ物、見つけたことをお手紙でやり取りしてるんですが、友達からぴったりのカードを見つけたから送るねと、後日届いたカードの色やデザインがグリーン、パープルの綺麗な色のカードでした。そこで、その人を連想する色ってあるのでは？人と人が作り出す色、空気感ってあるのでは？という仮説を持ちました。例えば、お会いしたことがないので大変失礼に当たるかと恐縮ですが、大木さんは白。どことなく日本人らしい清らかさが感じられるからです。はぁ、なるほど。で、クリスさんは、どこまでも澄んだ綺麗な海のようなブルー。あー、わかるわかる。うん、ね、お二人の会話はどこか流れる綺麗な水のようで、おトイレの話も清らかさを感じられる気がしています。褒められてるんですよね。ポジティブ、ね、いい話ですよね。うん、何の根拠もなく知識もなく思ったままのお話ですが、人と人がつながることで生まれるストーリーや色ってあるのではと思った次第です。クリスさん、大木さんはきっとこれまで様々な方と出会い、たくさんの海外の街を見てきていると思います。人と色、色とデザインについて何か考えをお持ちでしたらお聞かせいただけないでしょうか。いつも楽しく聞いています。なるほど、うん、ありがとうございます。色は色ですよね。うん、大木さんでも白っていうの当たってるし、私ブルーですね。今日確かにブルーな格好されてますね。ブルー私多いですね。ああ、やっぱりブルーは好きな色なんですか、うん、クリスさんの場合は。好きですね。ああ、
やっぱ当たってるんですね。たまに血迷ってピンクを買ったりするんですけど。いやいや、いいじゃないですか。でもなんかこう。ダメなんですか。いや、まあブルーやっぱ好きかな。落ち着くんですよね。ブルーが似合う人になりたいし。なるほど。そういう考え方したことなかったですね。こういう色に似合うってことですよね。でも白がいいっていうのいいですよね。白はなんかね、たまにそれこそ血迷って、はい、白に行くけど、はい、なんか恥ずかしい。ダメなんですか。うーん、白着てて怒られることってなくないですか。何色着てても怒られない。一番ネガティブな要素がないのは白なのかなって思って。どんだけビクビク着てる。白そうかな、はい、なんかその私ゲストをお迎えすることが長いですけど、はいはい、ゲストの方色で考えてることあります。あ、そうなんですか。てかほぼこの人なんか黄土色だなとか、うん、黄土色はちょっとそうか、肝臓の問題違うな、うんうん、なんかその会う前から思ってて、はいはい、で全然自分の小さな喜楽しみですよ、はい、例えば大木さん、あ、大木さん、まあ、大木さん白って分かりやすいけど着、はい、てるかな。でも、はい、あ、この方なんかパープルな意味症だなと思って、うん、パープル着ていくんですよ、はい、そうすると、はい、その人も着てることあるんですよ。パープルかぶりかぶしちゃダメか。あ、かぶり、まあ、言い方悪かったですね、間違えました。かぶり、うん、うん、なんでしょうね、とか、うん、シンクロしたっていうことですね。シンクロ、それがね、正直1回2回じゃないね。で、はい、一番びっくりしたのが、はい、グッドネイバーズで、はい、まあ、これはさすがにかぶらないだろうというか、はい、まあ、違うでしょうけれども、はい、なんとなくイメージしてすごい派手な水玉着てったんですよ。はい。そしたらゲストの方も水玉だったんですよ。そんなことあるんですか。それはね、はい、建築家の種剛さんなんですけど。ああ、種さん。へえ。種さんがまさか水玉と思いましたけど。あんまりそんな印象ないですよね。はい。お互いびっくり。うん。でもちょっと落ち着いた水玉を着てって向こうもそうだったんですね。落ち着いてるけど水玉がいいよねっていう多分どこだったんでしょうね。それについてはトークしたんですか、うん、実際番組中は。そこはあまり。かぶったねっていう。でもしましたよ、写真撮ったんで。あ、そうなんですね。まあ、そんなふうに、まあ、言葉もなんですけど、すごく色が残るんですよね。あ、大木さんは？僕は人に対して色っていうのあんまりないですけど、うんうん、まあ自分自身はやっぱり白とか、白よりもなんかこう透明でありたいなっていつも思ってますけどね。なんかこう、はい、何色にも染まるみたいな、そのまっさらな状態というか。何ですか、そんな、はい、そういう状態でいたいですけど、なんでしょうね、それ以上に、うん、多分白くありたいにちょっと近い話としては、うん、できるだけ物事を忘れようとしてるんだと思います。僕、そのいい体験も悪い体験も、うん、失敗も成功も全部どん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 忘れていきたいっていう、うん、そのために一回白くこうリセットしていくっていうか。リセットからなんですね。そうなんですよ、なんか漂白するっていう感じなんですかね。へえ、どうしたんだろう。忘れたいっていうのは先を考えることに使いたいってことですかね。だん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 上手になってきちゃうんですよね。いろんなことが上手になっちゃったり、いろんなこと分かっちゃったりして、はいはい、これ 2,3 手先行ったら失敗するかもなって思うと、うん、ちょっとこうそっち行くのやめようかなって思う自分がいたりして、あ、これ自分ダメになってきてるって思って、失敗失敗してもいいか、これ失敗してもいいかってわけじゃないです、うん、これ語弊ありますね。クライアント、お客さんもいるんで。チャレンジできるってことですよね。そうなんですよね、なんか、なので同じような失敗何回もしてる大人って、なんかそういうクリエイターいいなって思ったりとか、うんうんうん、意外です。なんかこう一番したたく感じも、ディテールはそうなんですよね。やっぱり細かいところは詰めていきたいタイプなんだけど、うん、はい、一番最初にこうふっと発想するときとかは、うんうんうん、なんか失敗するかもなって思いながら普通にやれるというか、うん、その失敗した痛みを忘れていたいなみたいな感じですかね。じゃあもう家にいるとき着ない方がいいんじゃないですか。もう全裸ですかね、いよ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 真っさらな自分でいたいみたいな。いよいよそっちなんですかねそういうリセットの感じもあるんですね。ありますかね。でもそれだけ色の与える影響ってやっぱり大きいなと思いますね。確かにそれあるかもしれないですよね、うんうんうん、パーソナルカラーみたいな、大きさ、あなたはこういう色が似合うなって言われたことありますか。でも僕今更あなた紫似合いますってどう取り返せばいいんですか。この過去の20年間白しか着てこなかった自分どうしたらいいんですかね。聞いたからってそれ着なくてもいいじゃないですか、はい、そうか、はい、でも私オレンジって言われたことがあって、はい、でさっき言ったようにブルーが好きで、はい、
を持ってその20年ぐらい前に言われたんですけど、今なおしっくりきてないんですよね。あで別になんでそう言われたのかもわからないんだけど、はい、でも残ってるんですよずっと。あ、うん、確かに人から言われるって、うん、僕って言うとあのマツコデラックスさんに自宅のクローゼットを見られた時に、はいはいはい、何ここザキヤマのお家って言われて、それ以来僕はあの、はい、ザキヤマさんテレビで見るたびなんか親近感、ネクタイあるかないかぐらいの差でだいたい師匠にしたら同じかなって思ってますけど、ね、すごいそれが引っかかってますね。引っかかってる、うん色ね色で影響はやっぱり大きい。ただこの桜餅さんはね、大木さんと私お会いしたことないけどっておっしゃったけど、はい、結構合ってるなと。まあ白とブルーの番組で、うん、ライトブルーみたいな感じなんですかね。あんまり深夜っぽくないですよねライトブルーの感じで、ね、ちょっと爽やか系でいきますか。そうですね、うん、大木さんはね私最初から思ってるんですよ、あの、はい、少しざっくりした、はい、あのセーターとか着たら似合いそうなのになって。なんで言うんですか、言われるとずっと引っかかっちゃうじゃないですか。だからそういうのを僕全部忘れようとしてるんでしょうね、きっと。日々忘れるってそういうことなんでしょうね。そうです、うん、大事です、うん、いや覚えるって難しいけど忘れるってもっと難しいんですよね。ああ、いいこと。そうですね、人間ってそうやってできてるんだなって思いますけどね。クリエリオ、お知らせはさんでもリスナーの方のメッセージご紹介させてください。シラップ、およそ2年ぶりとなる待望の全国ツアー決定。J-WAVE 主催シラップツアー2021キュア、6月24日ゼップダイバーシティ、7月4日 KT ゼップ横浜。お問い合わせは共同東京 0570-550-799。料理の音を聞くとお腹がすく、子供の笑い声を聞くと笑顔になる、泣き声を聞くとハラハラ心配してしまう、魂のこもった歌声を聞くと震えるほど感動する、応援の声を聞くと力がふつふつみなぎってくる、世界を広げる音がある。さあラジコをつけて音に心を傾けよう。スマホや PC から無料でラジオが聴けるラジコ。年度の佐藤貴さんとクリストモコでお届けしています J-WAVE クリエイリオ、はい、さて続いてはね、アンコロモチさんからのメッセージです。ご相談がありメッセージをと、私はフリーランスでイラストレーターをしています。6畳のワンルームの自宅で描いているんですが、なかなか集中力が続きません。その上やる気スイッチといいますか、エンジンがかかるのも遅く、締め切りギリギリになってうわーっと仕上げる感じです。もっと早くから少しずつ進めていればこのような事態にはならないはずなのにと毎回自分を情けなく思ってしまいます。つべこべ考えず、まず動いてみればいいと分かっているものの、だらだらして先延ばしにしてしまう悪い習慣がついてしまっています。無駄にスマホを見たりお菓子食べたり、このような自分を変えるべく試行錯誤しているところなのですが、クリスさん、オキさん、何かアドバイスいただけませんでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。なるほど。なるほど。六畳で家で、これも先延ばしにしちゃう問題ですよね。うん、クリエイターあるあるですよね。あるあるですか。あるあるです。もうこういうタイプの方っていますよね。もう、うん、そうしないとこう本気が出せないというか。あのギリギリになって追い込まれてようやく自分の本来の能力を発揮できるタイプの人っていますよね、うんはいはい、そうですよね。でもそれはそれで一つの
やり方というか、ね、確か最初のシーズンの時に斉藤匠さんがゲストに来ていただいた時に同じような話されてました、ね、はい、自ら自分にこう飢餓感というか追い込むように日常生活を送るから能力が出せるみたいなことはおっしゃってましたけどね、はい、大木さんは先延ばしされます？僕は一切ダメです。追い込まれないよ、いかに自分の脳に楽をさせるかっていうストレスを与えないか、はい、でしたよ ね、 あのですね、宿題とかも先にもうやっちゃう方でしたね、まあ、先にやりたい方ですね、そうですね、まあ、でもこの方これ改善する必要あるんですかね、うん、これでなんとかなってるんなら私もそう思うんだ、すごい反省してらっしゃるけど、ですよね、なんか最近そういう何か自宅で皆さんリモートとかで働く時間が増えてきて、うん、なんかいろんなノウハウをこう詰め込んでもっとこうやって改善しなきゃいけないんじゃないかに、むしろそれが追い込んでないかなっていう、うん、なんか自分がそれでなんとかなってるならそれでいいじゃないかなっていうふうに思うこともありますよね、うんうんうん、無駄にスマホを見たり無駄って、まあ、ご自分でそう思ってらっしゃるでしょうね、うん、まあそれ仕事につながってないから無駄っていうふうに多分おっしゃってるんですけど、うん、気分転換っていうか、ね、うん、プロセスの一環なのかなっていう気はしますけど、うん、まあその一方で何かヒントというかコツとしてあるとしたら、うん、これ多分あれですね、複数のプロジェクトを並走しているタイプのクリエイターなのか、うん、それか一個ずつしっかりやるタイプなのかによっても多分この対策は変わってくると思うんですけど、並行にしてる僕はどっちかってそっちのタイプなんですけど、複数あるとどれかしら今やりたいものにこうフィットする、なんかやる気があるなしっていうよりも多分合う合わないなので、多分何かしらこうとつきやすいというか、はい、前菜的な感じですよね。いきなりお肉から入れないじゃないですか、うん、人間って。おうおうおう、スープとか。そう。あ、いけます。クリスさんいけそうですね。意外とパクッと肉からいけちゃいそう。なんかやっぱり何か始めるってすごいエネルギーが必要なので、入りはできるだけライトなやつから入りたいよなっていうのはあるので、それを選ぶっていうのが絶対正解だと思うんですけど、でも一個しか今ないというか、まず一個ずつ集中してやりたいですっていうタイプだったりすると、僕だったらあれですね、締め切りを無理やり何日か前倒しちゃうというか、なので3日前とかにしておくと残った2日間で何しようになるんで、基本締め切りってネガティブなものなんですよ、うん、それを切ったら自分は人に迷惑をかけちゃう、はい、これ大変だって思うから嫌なものになっちゃうんですけど、うん、これをこのタイミングで終わらせたら楽しいねっていう自分にご褒美があれば、それは思考がかなりポジティブになるから、ちょっと余裕をってことですよね。そうなんです、わかります。だから1日前に終わったらこれができるなとか、うん、2日前に終わったらもうちょっと見直せるこんなことできるかなとか、逆に他のことをそのご褒美をちゃんと考えて、で万が一何かミスったりとかちょっとずれ込んでも、はい、そこはリカバリーできるんで、うん、はいはい、何か自分に対する負担は少なそうじゃないですか。なるほど、うん私もこの性格的にグワッと仕上げる感じっていうのは分かるんですよ、はい、なんかずっとグダグダ考え、グダグダっていうか、はいはい、なんか違うな違うなってすごい書いた原稿もバッサリ切ってもう一回一からやろうみたいな時もある、はいはいはい、だけど、あ、今来たなみたいな自分的ですよ、わ、はいはい、ーっと来て書けたなっていう時に、あ、よかったと思ったけど、やっぱ1日2日はまた別な自分に一回見てもらいたいっていうか、わかるわかる、ちょっと寝かすとまた見え方変わりますよね。ですよね。僕それはなんか熟成してんじゃないかと思うんですけど、アイディアが、うんうん、確かに確かに、性格的にもし仕上げる感、うわっとやる感じが自分に合ってるんだったら2日ぐらい、あ、なるほど、上げるのってことですよね。わっとやるタイプはその前の無駄が意外と大事だったり、その後ちょっと寝かして俯瞰するっていうのは大事かもしれないです、うん、あの、うん、夜書いた手紙みたいな感じ、ちょっとまさにまさに昼間見るとえっみたいな、そうですね、ちょっとなんかいいこと書けたなんて思っちゃったけど、なんかウェットだなみたいなありますよね。ですよね。ですね。でやっぱこの締め切りっていいですね。本当ですか。だって締め切りなかったらやっぱりやれないですよ。まあそうやれないっていうか、永遠に人生が続くっていう気持ちで人間どっかいるから、やっぱりその明日終わるなんていうことを思いたくは私思わないけど、締め切りっていう点でそのなんかタームを生きてる感じは、ね、でもその一方で何か何でしょうね、うん、まあデザインっていうよりもちょっとアート寄りの活動になるのかもしれないですけど、うん、ずっと同じようなことやり続けてるうちに何かこう見えてくるみたいな、うん、締め切りがないがゆえにずっとこう煮詰め続けるみたいな、うん、
なんでしょうね、あのラーメンのスープみたいに継ぎ足し継ぎ足しどん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 旨味出てくるみたいな、あれもあれでいいよなって思うんですけどね。あのうなぎ屋のあのタレみたいな感じですよ ね、はい、何百年もずっとっていうね、うん、でもうなぎ屋もほら昼には出さなきゃいけないし、あそうか締め切りあるんだ、あそうかラーメン屋さんもありますね、どうだね、確かにありますね。でもまさにそのいつが自分の出し時かっていうのは常にわからないですもんね。いいとっていうか、これでいいのかな。今ちょっと出し時で今ちょっといい今あれだったと思うんですけど、先延ばししちゃって、それこそ先延ばししちゃってたもので、うん、はい、今ちょっと出し時かなと思って、ちょっと今これ袋持ってきたんですけど、出し時ってそっち、ちょっと今日クリスさんにお見せしなきゃっていうものを持ってきたんですよ。なんか持ってたんだけど、ね、僕もまだ最終の状態見てないんですよね。あら、手紙書いてます、ね、なんか手紙がついてる、何ですか。できましたって書いてあります。できました。付箋がついてて、で神谷って書いてありますね。おお。いや途中途中は見てたんですけどね。うんうん、ああこれ。ちょっとうるさい。すいませんごめんなさい。はいはい。できてる。なになに、もうあれですね。え、あれ？はあ。ジャークチキン？去年だか私夏に確かジャークチキンと出会ったから。はい、絵を描いて秋ぐらいから、そうだ、ジャークチキンを食べてそれを日記代わりに水彩画で絵を描きました。し、うん、でこれ何に見えますって僕見せてもらって、何だか分からなくて、ね、うん、でジャークチキンですよって言われても、ジャークチキンが何だか分かんないし、僕未だに現物見たことないんですけど、はいはい、そのイラストの感じが素敵だったので、うん、あのオリジナルトートバッグを作ろうっていうことで、え、そんなことにってなってできた、はい、でルートートの神谷さんにゲストも来ていただきました ね神谷さんになんかできてる、なんか久しぶりに見ます。あです、ね、しかもめちゃくちゃいろんな要望が形になっているのではないですか。はいはいはい、ちゃんと裏にはジャークチキンとはを英語と日本語で、すごい、あのー、おお、ジャークジャークジャーク、なんでしょうね、嬉しい、いいね、あ、もうあのかなりね、はい、大ぶりなトートにしていただいて、ね、ジャークチキン、まあ正直私もこれジャークチキンだっけっていうぐらいのね今、はい、で街のところまでイラストがこう回り込んでるんですね、横までこれ作るの大変だったらしいんですよ。この表だけではなくて脇のところ、はい、街が結構あるんですね。そうですね、 JF クリエイティブ入ってて時間も入ってて時間変わりませんように。それからジャークチキンとジャマイカの伝統的な鶏肉料理、スパイスやハーブを使い鶏肉をスパイシーな味付けにしたもの。ジャークとはスパイスで味付けして料理すると良い。なるほど、なんでこれ持ち歩いてて、それ何って聞かれた時にパッと見せるっていうクリスさんのアイディアも、アンチョコのように読んでね。そうですね、まさに、うん、いやでもなんか思いのほか、はい、春らしい。確かにそうですね、グリーンもあってピンクもあって、はいはい、これ完成したということは、はい、前にちらっと話していたその、はい、リスナーの方へプレゼントできるのですか、はい、ですね、これ袋見たら何個か入ってるんでいいんじゃないですかね。おお、そうしましょうか。何個いきます。では、うん、3つで3つ、本当になんとなく決めましたね今クリス。3つ、いやいいですね、3つって感じしますね。いいですか、はい、いいと思います、はい、そうしましょう。いいね、なんかいいですね、なんか、はい、嬉しいですよね、はい、いやこれはでもよかった、はい、じゃあ3名の方にプレゼントさせていただけるということで、はい、ルートートの神谷さんもありがとうございます、うん、いや嬉しいですね、ありがとうございます、ね、では3月19日金曜日までにクリエイディオの番組ウェブサイトのメッセージフォームから、ジャークチキン、はい、希望、今のもクリスさんなんとなく決めましたね、いいですね、はい、さすがです。19日までですね、19日で、なるほど、いいですか、いいと思います。ジュークチキンって思いました、僕もでもちょっと強引ですかね失礼失礼。で、あの応募と一緒にメジャーじゃないけど好きな食べ物みたいな、そのジャークチキンは意外と来てるところもある気もするけど、まあ、うん、まだということで、私にとってのジャークチキンな食べ物、はい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 、まあ、自分的には結構来てるというものがありましたら、はい、そのエピソードを書き添えて送っていただきたいと思います。お待ちしております。はい、ジューウェブクリエイディオ、今夜もお別れの時間となります、はい、ジャークチキンのが急になんかで、おーってきた感じでびっくり、はいはい、
思いましたけど、さっきのその、はい、ちょっと気になる名前の、うん、まだメジャーとは言えないかもしれない、うん、食べ物みたいな。イスパハンもそのジャンルですよね、はい、イスパハンも番組的にはそうですよ、ややジャークチキン的な感じありますよね。去年結構年末ね、ジャークチキンイスパハンでそうでしたね、盛り上がりを見せた。あ、でも僕最近ありましたよ、ほうほう、はい、あの